どうもピッピッピッピーでです。今日はコメント欄にね、エビナ菓子店っていうカス巻き屋さんのカス巻きがうまいという情報が入ったので、ちょっとそちらをね、お菓子屋さんにやってきました。そちらのカス巻きを食べてレビューしたいと思います。こちらがカス巻きで、もう4つしか残ってないですね。もうこれしか、これが今日ので、こっちがちょっと昨日のになる、はい、今ほら、さっき来た時は今日のが当たっちゃうけど、はいはい、女の人が買っていかんだけど、この4本買っていいですか、全部。うん、昨日、どうやけどいいと思う。あ、いいです、うん、はいはい、ありがとうございます。じゃあ4つください。はい、1本いくらですか。180円。安いですね。いただきます。はい、家に帰ってきました。こちらですね、カス巻き。ドーン。もうね、白あんの方が売り切れちゃってた。で、これも最後の4つだったから、俺が完売にしてやりました。で、これ、海老名明月堂と書いてありますね。佐護というところにありますね、対馬の。対馬がこう縦にあって、もう上の方ですね。で、こちらのカス巻きは、対馬名物でですね、カス巻きのカスはカステラのカスらしいです。江戸時代ぐらいから作られてるらしくて、参勤交代で、江戸に行って、もう対馬藩が帰ってきた時とかにお祝いで食べられてたものらしいです。はい、今から食べていきたいと思います。カス巻きね、いろんな店のものがあるんですけど、今回はこの視聴者さんのおすすめのカス巻きを食べたいと思います。こちらですね、美味しそうで、セットで牛乳と一緒にいただきたいと思います。いただきます。おいしい。やみ。うまいわ。たっぷりあんこ入ってて、生地もおいね、しっとりしてておいしいです。これあれだね、どら焼きとかと似てるかもしれない。生地の中にあんこがあるって感じでね。おいしいです。この、長い形で。牛乳と合う。それにしてもこれ1個お値段180円です。180円、安いですね。4つ買って720円で、なんか昨日作ったやつらしくて、なんで20円引きしてもらいました。700円で。美味しいですね。いろんなね、店で売ってるから、対馬のお菓子屋さんには結構カス巻き並んでますね。白あんもね、あるらしいんで、今度食べてみたいですね、白あん。牛乳が進むね。牛乳と一緒にお菓子食べるのめっちゃ好きなんだよね。クッキーとか。最高だから。大好きです。美味しかったです。あとはまた。ゆっくり食べたいと思います。佐護、北勝港から近いですね。なんでぜひ食べたい人は海老名明月堂行ってみてください。コメントありがとうございました。また何かね、美味しいお店やここ行ったら面白いよっていうところがあれば、ぜひコメント欄にお願いします。この動画がファンタスティックだなと思ったらグッドボタンお願いします。それではバーイ。